石川翔子は、東京都出身の日本の元フィギュアスケート選手。2009年、2011年 NHK 杯出場。2010年、NRW 杯優勝。2011年冬季、ユニバシアードボイ。日本橋女学館高等学校、明治大学卒業。小学2年の時に、昭和の森スケートリンクでスケートを始めた。 2001年全日本のオービス選手権 A クラスで14位となる。2002年に全国有望新人発掘合宿に参加した。翌2003から2004シーズンからジュニアクラスへ進んだ。2005から2006年シーズンの全日本ジュニア選手権で6位となった後、2006年にホームリンクが閉鎖し、首都圏のリンクを点々とすることを余儀なくされた。 2006年から2007年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦する。2007年5月から岡島孝二に支持し、同年の全日本ジュニア選手権では3位となる。推薦出場した第76回、全日本選手権では8位となり、同選手権初出場の選手中最も順位の高い選手に贈られる新人賞を獲得した。2008年の全日本ジュニア選手権は6位。 左足首の怪我で練習不足だったという。2009から2010年シーズンよりシニアクラスに移行し、初出場となったグランプリシリーズ NHK 杯では10位に止まった。2011から2012年シーズン、練習場所が同じで進行のあった荒川静香にフリースケーティングの振り付けを依頼、荒川の振り付け師としてのデビュー作であり、話題となった。 2013から2014年シーズンで引退を決めていたが5月に左足首を骨折しシーズンを棒に振ってしまった。その後もアルバイトをしながら競技を続け最後のシーズンとして臨んだ2014から2015シーズンの第83回全日本フィギュアスケート選手権を持って現役を引退した。5種類の3回転ジャンプと体を大きく使った。 スケーティングを持ち味としていた。ありがとうございます。